草薙神社は、静岡県静岡市清水区草薙にある神社。式内社で、旧社格は、剣社祭人は次の一柱。古事記、日本書紀の伝承によれば、大和竹の統制の際に属が、大和竹のいるのに火をかけて、焼き殺そうとしたが、大和竹は、天村雲剣で草を薙ぎ払い迎え火を放って、難を逃れた。そのため、天村雲剣を、 草薙県と称するという。当社の北東方には同じく、草薙を称する式内社として、草薙神社が知られるが、両社は共に、その、山和武の河南伝説に関連する神社と伝えられ、一説に、河南伝承地は当地に否定される。氷団塚古風武道山北録に分布する西の玄古墳群の主墳。草薙神社付近に所在。社殿では、 慶光天皇53年に天皇が日本穂高ゆかりの地を巡行した際、9月20日に天皇が当地につき日本穂高の霊を放祭したのが創建という。また、天皇は当社に身体として草薙県を奉納したが、この草薙県が主張元年に天武天皇の勅命により、厚田神宮に移されたとも伝えている。また社殿では当社は古くは、 清水区草薙一丁目の天皇、原と称される地に鎮座したという。現在地への先座時期は明らかでないが、一説に天正18年の造営時とする。歴史交渉の上では、前述の通り当社の創建には、山和武伝説が大きく関係するとされる。静岡市一帯には、大規模古墳として、青い区の谷津山古墳や清水区の三池平古墳が、残るが、 これらの古墳を築いた勢力の附属が伝説成立の背景にあると推測される。なお、当地の主張古墳は、清水区、井原や、谷津山丘陵、瀬名丘陵、宇ど散歩黒区と変遷したと推測されるが、これらのうち清水区井原付近に、久賀神社が、宇ど散歩黒区に当社が鎮座する。また、草薙の名を、焼畑系地名に由来するとする説もある。 その中で、伝説の中で、山と竹が効果をつける様物焼きの炎症防止としてよく知られる手法であることも合わせて指摘され、先行する焼き畑系地名に基づいて、山と竹の河南伝説が成立したと推測される。山と竹伝説の成立以前の当社については、山の神として焼き畑作物を与える神であったとも、谷部にあることから、 水の神であったとも考えられている。延長5年成立の演技式神明帳では、駿河国有土軍に草薙神社と記載され、式内社に列している。山戸武伝承との関連から、武家から信仰され、天行年間には平の正門の乱の平定に崩災がなされたと伝える。中世には、影響4年に、将軍、足利義則の駿河下校に従った。 行隆氏が草薙社について記述している。天正八年には、元首森民部太夫により釣り通ろうとワニ口が、奉納された。天正十年には、畜牧の伐採が禁止され、天正十八年には、車両として、草薙号十八国が、社人の民部大介に安堵された。この車両は、慶長四年にも、横田村線により安堵されている。江戸時代の車両は50国。 明治維新後、明治3年に近代社格制度において校舎に列し、明治12年7月24日に県舎に昇格した。境内は、宇都山北六、草薙川上流の谷部に位置する。広さは0.7ヘクタール。境内に立つクスノは、幹心が枯れ、外皮のみを残すが、樹高6メートル、周囲25メートルで、 樹齢は千年以上と言われる古木で、静岡市指定天然記念物に指定されている。草薙駅付近の平地は天皇、原と称される。かつて草薙神社はこの天皇、原の地にあったと言われ、その地は現在も小宮として伝わっている。市の鳥居草薙駅そばの指導をまたいで立つコンクリート製、市の鳥居が1950年代から存在していたが、 2020年に撤去された。撤去2019年に一部表面に破損が発生していることが確認された。2018年頃より、地域住民やうじこより、草なき神社に管理の問い合わせがあったため神社側で改めて確認したところ、神社の所有財産ではなかったことがわかり、市や県の過去の記録が確認される事態となった。その結果、1975年に、 静岡県が事業主体となる区画整理の一環で指導の拡幅工事を行った際に現状回復保障として県が同じ場所に新たな道幅に合わせて再建したもののその時点で所有者不明だったことが改めて判明したつまり1970年代よりずっと修繕等の管理が一切ないまま地元のシンボルとして存在していたことになる老朽化による 東海の危険性があるため、周囲住民より撤去の要望が出され、静岡市は2020年3月24日より、同年6月15日にかけて、所有者に対して、除却を命ずる広告を行ったが、所有者が名乗り出ることはなかったため、市が鳥居脇の石碑2つの撤去と周辺の電話や電気、 当のケーブル移設費用を含め1100万円の費用を出して強制的な略式大執行を行う方針を発表し同年内に撤去された。毎日新聞記者による調査、取材によると地元の有志多数による出資で直接には神社が関与せず建てられたことを傍聴する地方紙の記事などは見つかっており、そういった経緯から所有権や所有者について 不明となったのだろうという。似たような例で著名なものとして、芝増上寺の大門が何らかの理由でとの財産目録から抜け落ち、所有者を確認することができなくなっていた例など、宗教関係の建物では、みんなのものという意識がもとで、所有者、管理者がはっきりしなくなっている場合が多く、この場合では1975年の再建時に、 不明のままとしたことが撤去につながったというコメントがある。境内者として本殿南側に旧車北側に旧車が鎮座する。例祭は9月20日で、この日は慶光天皇による神社総見日であると伝える。当日には流星演歌と称される、のろしから発展した花火が打ち上げられる。この演歌は、 安政年間から続くといい、静岡県指定向け民族文化財に指定されている。所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。